こんにちは、ゆうかずとです。ゆうかずです。ごめんなさい、ちょっと朝からちょっと滑ってるんですけど。WBC の、フェザー級暫定王座決定戦で、これが、フィギルワとフルトンで2月にっていう話がね、あったんですけど、最近ですよね、最近になって、フィギルワとマグサヨでっていう話が出てきて、で、そこで、フルトンと、井上、これ来たんじゃないのっていう声が出てきて。で、フルトンとフィギロワはまだ消滅してないよとか。うん。でも実際、フィギロワとマグサヨがやるんだよとかっていう声がいろいろあって。で、井上は、フルトンが王座返上するから、決定戦出るんだよとかっていう、なんか、その噂話みたいなのが結構広がってて、で、アリームとだよみたいな。で、どうなるんだろうってふうに思ってたと。そしたら、まあ、本日、3月4日、日本時間で言うと3月5日に、アメリカで、フィギュアとマグサヨっていうカードが、決定と。で、これが、PBC 興行で行われるというところなので、もうこれ、井上尚弥選手と、フルトン、の交渉が、もう交渉中って先ほどね、ESPN でありましたけど、うん、もうこれ 99% 確定じゃんっていうね、日本開催で。っていうところで、なんかもうちょっと、最高に今テンションが上がりすぎて、ちょっとわかんない域に今いますね。で、まあ、このね、戦いが、まあ、どっちに転んでも面白くはなったと思うんですよ。仮に、フルトンとフィギュアかが、やっても面白かったし、で、その間試合ができなくてっていうのであって、フルトンが、その王座の、なんか結構噂話にありましたけど、王座返上して、そこの決定戦で、例えば、モンスターとアリームでも面白かったと思うし、でも、まあ、この組み合わせが今一番興奮する組み合わせですよね。フィゲルワとマグサヨ、フルトンとモンスターっていう組み合わせが。うん、で、まあ、この、ちょっとモンスターとフルトンのね、話、この両者の話なのに、フィゲルワとマグサヨの話なのに、ちょっとこの、入ってしまってあれなんですけど、まあ、この両者の戦いも熱いですよね。うん、フィギュアっていうと、フルトンに敗れてしまって、そっからの再起で、カストロに勝ったと。あれを確か6ラウンドで沈めてますよね。カストロを。で、一方でマグサヨが、最強王者だったラッセルジュニアから王座を奪って、で、初防衛戦の、レイバルガス戦か。レイバルガス戦で、2対1の判定で敗れて、王座を明け渡したと、陥落したというところなのでね。もうほんと実力者同士の対決というところなので、これは激アツですよね。うん、で、しかも、マグサヨと、多分フィギュアは相性いいと思うんですよ。噛み合うと思うんで、個人的にはめちゃくちゃ楽しみですね。うん。なので、まあ、ちょっと予想はしがたいですけど、まあ、初回予想動画は近づいてから、じっくり出そうと思うんですけど、でも今ちょっと言われると、マグサを倒すんじゃないのかなとか思ったり、まあ、はたまたそのフィギュアが、いつものやりにくい、もうほんと無尽蔵のね、こう体をもう預けていくスタイルに引きずり込むの、込まれるのかなと、マグサヨはね。とかっていうのもすごい楽しみですし、もうこれ激アツだなと思って。やっぱりそのフルトンと井上尚弥のね、ちょっとそのサブの試合みたいな感じになってるけど、いや、これはもう本当に激アツの試合の一つですし、で、そこで井上尚弥選手とフルトン、まあそのフィギュアとフルトンって話があったけど、まあそれがね、あれでも、これはここでもうスーパーバンタム級のもう事実上の頂上決戦みたいな戦いですしね。
なので、うん、もう最高に今ヒートアップしてますね、うん、っていうところで、今回この3月4日日本時間で言うと3月5日に、フィギュアとマグサヨによる WBC のフェザー級暫定王座決定戦が、最終決定っていうところなので、もうほぼほぼフルトンと井上尚弥が5月6月日本開催っていうところなのかなって思ってちょっと動画にしてたんですけど、でもまさかちょっとね、マグサヨとフィギュアが結構最近出たね、あの話だったんで、これが本当になるとは、うん、ちょっと意外でしたけど、うん、っていうところで、皆さんぜひコメントございましたら、先ほどね申し上げましたけど、夜時間がありましたらライブやっていきましょう。はい、以上です。